どうも、Dコレクションのみっちです。ヨウです。今回ちょっと2人なんですけどね、はい、はい、ちょっと見む抜きでやっていきたいと思います。今日紹介するアイテムは、はい、ちょっとね、いつもと変えてレディースの五分袖ワッフル T シャツです。まあ、メンズでもワッフルティーってあるんですね、うん、ワッフルの編み目っていうのはちょっと細かすぎて気持ち悪いんですよ。このぐらい結構ざっくりとしたワッフルっていうのが分かる生地の方が個人的には可愛くてかなり使いやすいアイテムなのかなと思いまして、なんでちょっと僕はユニクロでワッフルティーを着る場合は、メンズのものは着ずにこのレディースのものを着ようかなと思って、ちょっと今回紹介します。はい、すみません、これちょっと白なんで分かりづらいと思うんですけども、ワッフルの、編み目というかワッフル感はこんな感じですね、うん、触り心地としては普通に軽くふわっとしてる感じで、うんうん、でワッフルティーの特徴としてはやっぱり通気性が高いということで、うん、はい、夏でも涼しく着れるし吸水性もあるということで、まあ、汗をしっかり吸収してくれるってところです。うん、はい、でちょっとそのメンズのワッフルティーと比較するとこんな感じで、メンズのワッフルティーってどちらかというとなんか細かすぎてワッフルティーに見えない印象があるので、よりワッフル感の強いこちらのレディースのワッフルティーがおすすめですね。うん、でね、これ実際レディースのワッフルティー着てサイズ感とかね、デザインとか、うん、大丈夫なんかというような多分疑問もあると思うので、はいはい、ちょっと実際着てみて紹介していきたいと思います。はい、どうでしょう、実際着てみるとこんな感じです。めちゃくちゃいい感じの、そうですよね、ジャストで決まってますよね、普通にレディースサイズなのに、まあレディースのサイズなんで、うん、ちょっとやっぱり大きめにそうです、ね、のものを選ぶっていうのがやっぱりポイントなんですけど、うん、はい、こちら 3XL で着丈が70センチ後ろで測ってると思うんですけど、あ、後ろで70センチ、後ろで70センチ、身長が、170センチ前後ぐらいの方までならちょうどいいサイズ感で着ていただけるかなと思います、うん、あとちょっと後ろの着丈の方が、うん、長めに作られているので、はいはい、なんでいい感じで結構お尻のところを隠してくれるので、うん、絶妙な着丈の長さとなります。そうですね、はい、でワッフル系の生地って結構伸びやすいっていう、ありますよね、イメージがあると思うんですけど、うん、綿とポリエステルが、主体の生地になっているので、うん、洗ってもね普通に伸びずにね型崩れもせず着れるので、うん、まあ、そこもいい点かなと思います。それはちょっとだいぶ嬉しいですね。そう、うん、で透け感なんですけど、うん、ちょっと白だと光が当たると多少透けるかなっていうところがあるの で、ね、なんでまあ肌着とか着用した方がいいかもしれません、ね、はい、他にもちょっとレディースのアイテムならではのポイントがあって、はい、でその一つがこのサイドスリットにあるんですけど、丸い感じで、はい、多少切れ込みが深いサイドスリットが入っていて、うん、このようにちょっとポケットに手を入れやすいというか、あ、はい、なるほどね、そういうメリットもありますね、うん、あとはこのスリーブ、ちょっと女性らしいふわんとした、スリーブの形になっているので、はい、腕が太い方とかごまかせると、うん、いったところが、まあ、いい点かなというところですね。今僕、ちょっとスラックス調のゆったりしたパンツに合わせてますけど、はい、うん、まあ、そんな感じで上下ちょっとリラックス感のあるシルエットで着こなすと今風にメンズ感のあるコーデが作れるかなと思います、うん、まあ、ネックはねこのように通常のクルネックなんですけど、うん、まあ、これといってね、うん、女性っぽいっていう雰囲気もなく、うん、そうですね、はい、3XL ですけどそんな首周りもダルンとなることもなく、そうですね、うん、女性に合わせた、ネックのサイズ感になってるから、うん、男性でもちょうどよく着れるっていうところで、うん、だらしなく見えないというところもメンズでもいけるポイントかなというところです。いいですね、はい、あと裾はね切りっぱなしのような、デザインになっているので、そうですね、ロング丈のアイテムとのレイヤードとの相性があまり良くないっていう部分もあるので、はい、まあ、これに関してはこれ1枚で着ていただくのが一番いいのかなというふうに思います、うん、こちらね、はい、お値段の方は1500円で、1500円結構安く、安いですね、はい、やっぱりユニクロクオリティというか、うん、カラバリも10色展開で結構豊富ですし、あ、うん、今回ちょっとホワイトを着てるんですけど、はい、ミント系のグリーンだったりとか、はいはい、今トレンドのテラコッタのようなブラウンなんかもあったりして、うん、そっちの色も面白いかなと思うので、あ、はい、いいですね、面白いですね、うん、面白いです、うん、なのでぜひユニクロ行った時にチェックしてみて、よかったら挑戦してみてはいかがでしょうか、はい、はい、では今回こちらのねレディースの、はい、うん、ワッフルティーちょっと紹介してきましたけども、全然メンズでも使える、うん、全然違和感ないですね、違和感ないですね、うん、ユニクロでのね、うん、選択肢の幅が広がればいいかなと思って、うん、ちょっと今回紹介してきました。はい、はい、ユニクロのねメンズの T シャツちょっと飽き飽きしていた方、うん、ちょっとこんなレディースのこんな T シャツ使えるの、うん、なんてちょっと少しでもね思った方がいましたら、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願
願いします、はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。ちょっとミムがいないんで、はい、寂しかったけど来週はいるかな、来週はいるかな どうなるか分かりませんけど、はい、はい、ちょっとまあ2人だったけど、はい、ちょっと飲みようにやらせてもらいました、はいはい、はい